アンドンクラゲは、箱虫砂に属するクラゲの一種。本種の学名は、コリブディアラストニとされていたが、2010年の分子系統解析によって、日本近海に分布する個体は別種であることが分かり、シノニムとされていたコリブディアブロビパデイリアに復帰された。名前の通りアンドンを思わせるような体長を3から3.5センチメートルほどの立方型の傘を持ち、その下に、 長さ20センチメートルほどの無知状をした触手を読む。クラゲの中では強い遊泳力を持っており、黒潮に乗って日本近海に北上し、北海道付近にまで達する。日本近海での発生期は6から8月となり、その時期であるお盆の頃と安どんにちなんで名前がついたとも言われる。その遊泳力と強烈な司法毒で小魚を捕食する。本種は、 カツオのエボシとともに、電気クラゲと呼ばれて嫌われている種である。人が刺されると激痛を感じ、患部は耳ずばれのようになる。ほとんどの場合において大事には至らないが、その痛みの強さから一度でも刺されると印象に残りやすい。体が透明で、海水に透けて、非常に見えにくいため、気づいた時には刺されているというケースも多く。 海水浴やダイビングでの要注意動物とされている。本種が群れをなして押し寄せた場合、海水浴場が閉鎖されることもある。お盆以降の海水浴を避けた方が良いと言われる。理由の一つとして、本種の存在が挙げられる。九州地方では本種をイラと呼ぶことがある。これは人を刺して痛い思いをさせる本種を植物の棘になぞらえた呼び名である。また、神奈川県の地域では、 イセラと呼ばれることもある。沖縄に生息するハブクラゲやオーストラリア北部に生息し、殺人クラゲとして恐れられているオーストラリアウンバチクラゲなどが知られる。もし刺されてしまった場合は、速やかに陸へ上がり、海水をかけるもしくは近くにあるボードやタオルを用いて、触手を取り除く。その後、幹部を冷やす。 刺されたのがカツオのエボシではないことを確認できた場合は死傷箇所に食用巣をかけて洗う。巣には本種の死法の発射を抑制する効果がある。ただし、巣はすべての死法動物に対して有効というわけではなく、カツオのエボシやウンバチーソー銀着などの場合、死法の発射が促され、死傷被害を悪化させてしまうため注意が必要である。ありがとうございます。